はい、はい、お便りの後半ですね。はいはいはい、はい、あ、何か告知することが。そうですね、はい、今度ラジオドラマを撮ることになりました。あ、そうなんですか、はい、企画は大変ですよね。大変ですね、まあいろいろやりますよ。あの怖いお話のドラマですか。さっき打ち合わせやってたでしょ。はい、はい、聞いてましたよ。大変ですよね。大変ですよ、ちょっと楽しみですね。でもね、まあそうですね、はい、うん、マニアから初心者まで、はい、はい、まあ両方楽しめるようなね、はい、幅広く楽しめるような。今年は忙しいですね。忙しいですよ、もうすでにアップアップしている状態です。私はロザリオでロザリオで、はい、ロザリオで昨日も出てきたんですか。昨日も出勤しました。何時頃出たんですか。昨日はね、1時から来て、で9時頃帰りましたね、でその時帰る直前ぐらいに夢郎さんがやってきて生配信をしていたので、何やってるんですか。なんか生配信してましたよ。なんか電波が悪いとか、お家の方だと電波が悪いとか言って、なんかまた恐ろしいなんか呪物とかそういうのじゃないんですかね。また気持ちの悪い生配信してました。わかんないですけどね。大丈夫かな。私結構始まってすぐ帰っちゃったんで、話はちょっとわかんないですけどね。はい、そうですか、ね、はい。そう、あとはですね、なんかね、ロザリオの申し込みがですね、徳島5566の方のメールに入ってきてしまうことが結構ありまして、多いですか。すいませんね。で、メールはですね、トータスの方ですね。はい。メールアドレスもう一回もう一回出しときましょうね、メールアドレスを。はい。なので、ね、あの徳島5566に入れちゃうと消えてしまう可能性がありますから。そうですね、あれはおはぎコーナーですからね。おはぎコーナー、そうですね、プレゼント応募とか、はい、ロザリオコーナーじゃないですからね。はい、そうですね、はい、タレントの応募はでもね、徳島5566で、うん、そうですね、ね、はい、ということでね、ロザリオはトータスの方にお願いしますね。はい、でもしですね、メールとかすごく不慣れとかだと、もうね、うん、お電話でも受け付けますので。あ、はい、昨日ね、はい、ヨウ・シンウン先生とこ行ってたんですよ。はい、マッサージのヨウ・シンウン先生。はい、そしたらね、はい、何「つぶれない店」っていう番組あるじゃないですか、はい、あそこでヨウさんが取り上げられたんです。そうなんですか。もう大変な騒ぎですよ、うん、大変ですね、うん、で飯食ってたんですよ、はい、飯食ってたら、はい、電話が鳴りっぱなし。へえ。秘書の、はい、いや先生、電話メール予約がどんどん入ってます。予約がすごい。6月の予約、うん、はい、昨日一日で全部これすごいですね。やっぱりテレビの力ってすごいですね。すごいですよ、放送終わって、はい、10分ぐらいで200件近くアポイントが。分かります、そういうの分かりますよ。うん、すごい大変、秘書の方も大変でしたね、受け付けるのね。大変でしたね、はい、はい、じゃあその番組はなんかいつ放送するかとかはまだ言えない。昨日放送したの。あ、もう放送終わっちゃったんですか。昨日放送して、はい、リアルタイムで、あ、そうか、うん、それで電話かかってきたんだ。まだどんどん増えてますよ。あ、そうでしょうね。すごい、見たかったですね。300本ぐらいなってるんじゃないですか。あ、そう、それはでもね、良かったですね。いや、ね、陽先生、はい、イエーイって言ってました。イエーイって、もう笑いが止まらないみたいな。忙しい忙しいとか、良かったですね、陽先生ね、はい、すごい明るい方でね、私も一回やっていただいたことがありますけど、面白かったですけどね。そうね、うん、そうそう、笑いながらマッサージ受けてましたね。はい、ということで ね、新運動でしたっけ。新運動、はい、珍しい雲の動ですね、はい、珍しい雲の、え、それは、え、それで新、珍ですか。珍運動書いて新運動読むんです。あ、と読むんですね、うん、はい、新橋でしたっけ。そう、新橋、はい、じゃあね、新橋の2階ね、お近くの方は、はい、2階、3階、2階、3階ですね、うん、はい、ということでですね、ではお便り会入りますよ、はい、はい、ビンタロウ先生、アイムさん、タートルカンパニーの皆さん、こんばんは。
先日は先生の帝国神霊学院を間違えて書き送ってしまい大変失礼いたしました。あ、そうですね、前回ね心霊帝国学院とかなってて、で私もなんかあんまり気がつかないで読んでしまって、うん、読んだ後なんか違和感をちょっと感じる。まあわかりますけどね。ね、まあわかります、言いたいことがわかりますのでね、うん、はい、そして先生の今後の大阪ライブが年1回の予定と伺い、これもショックだった大阪の恵子さん。え、なんでショックなんですか。ショックなの、もっといっぱい見たいってことじゃないですか、年に何度も見たいと、うん年に2回が限界でしょう、ね、そうですか、もうお年だからもう疲れちゃうお年だからお年だからお年だからじゃないです、疲れちゃいます、疲れちゃいますね。大阪、わざわざ大阪まで行って大阪はね、うん、なかなかね、エネルギッシュな街ですけどねって、うん、はい、今日は兵隊さんの幽霊に友人が捕まった話です。お、学生の頃でした。私たちのクラスは地元の海浜公園で2泊3日のキャンプをすることになりました。クラスには霊感の強い女子アキちゃんがいて、その海浜公園では夜に軍隊のラッパの音が聞こえたり、大勢の人が行進する音が聞こえたりする、怖いからキャンプには参加したくないと私に言ってきました。結局は他のクラスメイト全員が参加することを知って、彼女もしぶしぶ参加することになったのですが、うん、1泊目は何事も起こらず、深夜先生や付き添いの保護者に本気で怒られるまでテントからテントへ移動しながらおしゃべりやゲームで遊びました。2日目の夜はキャンプファイヤーの後に肝試しがありました。肝試しといってもグループで公園の中のチェックポイントを通ってくる、それだけです。離れて砂浜にいた私の隣にアキちゃんがやってきました。松林からはお化けもいないのにキャーキャーと叫び声がしています。その様子を見て2人は笑っていましたが、急にアキちゃんがラッパの音が聞こえると私の腕をつかみました。私には何も聞こえませんでした。あたりを探ると上に何かを感じました。すぐ近くの松の木の上に兵隊さんを一人見つけました。手にはラッパを持っています。背中におかんが走り、私はとっさに彼女を抱きかかえるようにして逃げました。砂で足を取られる上、彼女がすごく重くてよろめく後ろでザックザックと 行軍が始まりました。追っかけてきたんだ。追っかけてきたんですね。松林にかかるとすっとアキちゃんが軽くなり、うん、動けるようにもなっていました。同時にあたりも静かになりました。アキちゃんは白い布のようなものに巻きつかれ、あちら側に引っ張られていたそうです。アキちゃんのおばあちゃんの話では、戦争の犠牲者がこの浜に戻ってきて生きていた頃のように訓練を繰り返している、うん、中におじいちゃんもいるかもしれないとのことでした、うんあの中におじいちゃんはいないと思いますよ。でも誰かがアキちゃんを引っ張りました。あのままさらわれていたら2人ともこの世からいなくなっていましたね。以上です。ということですね。いや私ね、あの夫から聞いた話で、硫黄島、硫黄島がなんか兵隊さんが行進する音が今でも聞こえるとかって。あの、はい、あれですよ。あの結構多いみたいですよ。あ、そうですか。あの千葉県の千葉県、うん、の、はい、まあもう昔軍隊が使ってた高校、はい、野球の強い高校です、はい、あ、なんとなく、はい、そこ、うん、まあ、はい、ありましたよ、いくつか、はいはい、でそこで野球部が練習してると、はい、野球部部員のメンバーが弟の同級生だったんですよ、はい、夜な8時頃まで練習してると見ちゃうんです、はい、見ちゃうんですか、姿が現れて、ね、更新してるらしいですよ。そうなんですか。だからすげえ怖い、はい、怖いですねそれは。であと硫黄島は、うん、はい、あの水くださいって言いますよね、うん、あ、そうなんですか。なんか自分、うん、あの機体の水を分けて、うん、はい、もらえないものでしょうかって、うん、はい、そんなはっきりとそうやって言うらしいですよ、うん、それで、うん、何ですかってびっくりするじゃないですか、うんうん、はい、それピュッと消えちゃうとかね、はい、それで、相当やっぱ出たらしいんですよ、はい、洋島の、はい、ね、あ、霊が、はい、で昭和天皇が言ったのかな、はい、確か、はい、平成
昭和天皇がなんか昭和天皇だったかな、はい、誰かな、はい、平成の頃だったかな、はい、忘れちゃいましたけど、なんか慰霊に行かれたんですか。慰霊に行きましたよね。なんかそんな、うん、なんか覚えがありますね。そんな、うん、慰霊に行ったら出なくなった、はい、陛下が来てくれた、はあ、うん、それでもうみんな感動して、はい、成仏しちゃった、うん、へえ、そうだったんですか、うん、おー、なるほど。やっぱりなんかいろいろとね、兵隊さんは今でも行進とかねしてるんですね。でしょうね。死んだ後も行進なんで嫌ですね。あ、そうですね。なんかちょっと思いをね残してね、日本に、今の日本がこんなことになってるとは思わずにね、まあ、日本みたいな情けないと思うでしょうね。 でもね、うん、そのために頑張ってくださって、このふぬけの日本を見てね、うん、そうですね、うん、はい、ということですね、はい、大阪の恵子さん、どうもありがとうございました、はい、次は兵隊さんの幽霊ってもう見なくなりますかね。どうでしょうね。未だに見たとかいう方がいたらまたお便りくださいね。もうだいぶ僕らの世代が最後になっちゃうじゃないですか。そうですか。兵隊の霊を見るのがですか。これから生まれてくる新しい子たちは、うんうん、兵隊の例なんか見ないんじゃないですか。あ、っていうか兵隊っていうのが分かんないかもしれないですよ ね。兵隊さんだっていうことがね。ねえ、なんかかっこいい服を着て帽子かぶった行進している人たちみたいな。ねえ、なんだろう、うん、あの人たちって。そうですね。うん。ね、もうそろそろなんか戦争を知らない世代とかになってきそうでね。そうですね。はい。はい。はい、ということでね、次がですね。初めてメールします、はい、山口先生、アイムさん、いつもありがとうございます。東京のコサと申します、はい、コサさん、初めてのメールで、はい、1965年生まれ男の会社員です。あ、いこっちかね、いこっちが、はい、うん、アトラスラジオいつも聞いています。毎日のアップロード感謝しています。マイカー通勤中に聞いてまして、会社の PC でも繰り返し BGM のように聞いています。お、ありがとうありがとうございます。小学生の頃から怖い話に興味を持っていまして、うん、中岡俊也先生の本から始まり、うん、あなたの知らない世界、うん、園田二郎先生、三倉岩尾、そう、あなたの知らない世界、うんうん、ね、角田二郎先生、うん、後ろの百太郎、エコエコあざらく、百、うん、日新聞、百日新聞なんてあるんだ、はあ、稲川淳二先生の生き人形の話、うん、当時はカセットテープ、うん、岩崎宏美さんの万華鏡の幽霊の声など聞いたり見たり読んだりしていました、うん、ね、岩崎宏美さんの声はね、なんかね、ミキシングとかっていうのもありますね。そうらしいですね、はい、でもなんか本当に聞くと怖い、うん、怖い声入ってますよね。山口先生とはテレビで拝見させていただき、アンビリーバボーや年末恒例の超常現象 X ファイルで非常に分かりやすい解説でファンになりました。大月先生を任した時は痛快でした。いや、もうそれはもうグレイシー呪術を破った桜庭と同じ功績です。またわけわかんなくなる。いや、もうそうですよ。プロレスに例えちゃって、もうグレイシーにプロレスラーが負けてばっかじゃないですか。知りませんが、それを桜庭がグレイシーを破ったんですよ、はい、破ったんですね。それと同じ大月を TKO で締め落とした俺は、はいはい、もうオカルト界の桜庭ですよ。桜庭ですね、よくわかんないけどね。分かったでしょ、なんとなくなんとなくはわかりますか。わかりますね、はい、また理論的な解説で怪しい動画、偽物写真とかもこれは違うな的な遠慮なく切り込んでいる姿に感銘しています。本当の話ですからね。そうですね、うん、あと何よりアトラスラジオのエンディングで、佐川の友人と言ってくれるところ、非常に親近感を持ちました。佐川急便なんですか、あなた。はい、佐川急便。私も25年くらい前に7年ほど佐川急便東京店で勤務していまして、バブル後の OB です。いつもありがとうございます。俺日本通だけどね。ですね。はい、前置き長くなりましてすみません。これだけ心霊現象好きでしたが、自分自身は全く霊感とかなく、人の話を聞く一方です。唯一不思議で怖い思いをしたことが1回だけありまして、あまり強烈ではないのですが、怖い面白い話かなと思いまして投稿しました。お、そうですね、私も心霊現象とかね大好きだった割に、うん、なんかね見えないくってね。あ、そういう人多いですね。そうですね、うん、はい、
私が小学校3年生くらいのことかと思います、はい、昭和49年1974年くらい、うん、まだ心霊とか幽霊のことを全く興味ない時期です。当時夏休みで実家東京で一緒に住んでいた祖父祖母大おばが、おじいちゃんの姉と4人で山口県の宇部市に旅行に行きました、うん、両親はお留守番です。宇部について海水浴とかで遊びました。私は孫なんで散々甘やかされて楽しい旅行だったのです。宿泊先の場所はよく覚えていないのですが、質素な国民宿舎だったことは覚えていました。多分12畳くらいの畳の部屋で窓からは海が見えていました。子供ながらに印象的だったのは、部屋には水道トイレはなく、廊下に学校のように蛇口が 4、5 本並んでいるような共同水道と木の下駄で入る共同トイレがありました、うん、水道は昔ながらの石の流し台、廊下は、ピータイルのようなペタペタする床だったと思います。ということでね、これ画像がついてますのでね、うん、はい、夕飯はその施設の食堂で、質素な宿舎なのになんと豪華な車エビの宴会でした。車エビが名物らしく、うん、甘やかされた私は相当エビを食べさせられたと記憶しています、うん、ああいいですね、車エビ、うん、はい、多分その後は大人だけで宴会をするみたいで、子供の私は先に部屋で寝ることになりました、うん、祖母と一緒に部屋に戻りました。すで、うん、に布団が敷いてありました。エアコンとかはなく扇風機だけ。じゃあ先に寝なさいねと電気を消して祖母は宴会に行きました。部屋には私一人です。畳の部屋の真ん中で4人分の布団が敷いてありますが、うん、私は真ん中側に寝ていたと思います、うん、頭は窓側向きで足は部屋入り口側に向いています、うん、エビを食べ過ぎたせいなのか旅行の興奮状態なのか、なかなか寝つけないでいました、うん、うん、エビのせいでしょうねってエビが腹に来たかな、うん、しかも真夏の暑い夜に扇風機1台でタオルケットみたいな掛け布団も暑くてかけず、仕方なく目をつぶっていました、うん、扇風機の首を振る音だけブーンブーンという感じ。昔はそうでしたよね。そうですね、はい、そうそうそう、暑いの我慢してましたよね。我慢してましたね。でも、うん、シーツの冷たいところを探して探して、 そこにくっついていましたね、体ね。そうなんですよ、ね、なんか、うん、なんかクーラー入れるなんていうのは贅沢だって、はい、贅沢だったんです。お風呂に怒られましたよね。はい、そうですよね、昔は扇風機でね、今はなんかもう熱射病とかがあるんで、エアコンをね入れるようになりましたけどね。もうだから昔の俺はね、うん、はい、あの、うん、こんだけ汗かいてこんだけ我慢したから俺は偉いって思ってましたよ。汗だく、汗だくで、ね、汗だくになって、いやいやいや、いい汗かいたって、なんか汗かいて暑くて眠れなくないんですか。いや、もうね、クタクタになって、はい、汗だくになって、はい、もうドロドロになるとあー寝たって感じ。そうですか、でもね、割と昔そんな感じですかね、確かにね。そんな時代でしたね。はい、はい、するあ、なんか書いてると状況が思い出されますとなってますけどね、まさにそうですね、うん、すると部屋の外側でピチャピチャという音がしました。あれ、誰か廊下の共同水道の蛇口をちゃんと閉めずに行ったな、石のシンクにピチャピチャピチャとずっと続いています。寝れなくてモヤモヤしている中、音が気になってさらに寝れないです。廊下に行って蛇口を閉めようかと思った時、ピチャピチャという音がペタペタという音に変わった感じがしました。あれ、まるで濡れた足でゆっくり廊下を歩くような。そう考えた瞬間、ペタペタという音が部屋の前の廊下を右に左に行ったり来たりし、あ、行ったり来たりし始めました。濡れた裸足の足が廊下を歩いている。子供の想像でしかないと思いますが、海辺の国民宿舎でもしかすると海で溺れた幽霊が歩いているのでは。想像した瞬間からもう怖くて怖くて、なぜか女性の足音だと勝手に思ってました、うん、時間が経ったのか、怖さの中で勇気を振り絞ってタオルケットをめくり、入り口側をそっと見てみました、うん、すると、あれ、ドアが開いてる、おばあちゃん帰ってきたの、いや誰も入ってこない、
確かにさっきまでは閉まっていたドアが開いている。開いている先の廊下からは相変わらずペタペタペタ、とっさにタオルケットをかぶりました。幽霊が入ってくる。部屋の中は夏目球豆電球のみで薄暗く、怖くてタオルケットを頭からかぶり震えていました。部屋に入ってきたらどうしよう、早くおばあちゃん帰ってきて。その間もペタペタという足音は部屋の前の廊下を右に左に歩いています。怖い怖い、ずっとタオルケットの中に隠れていました。何時間隠れてたのかなと。いつの間にか寝てしまったようで、朝になりおばあちゃんに起こされました。でおばあちゃんがこの方の名前を呼び、名前呼んじゃって大丈夫かな、名前がコサちゃん起きなさい。でコサさんがね、うつろうつろしていましたら、え、何、あんたどうしたんだい、ちょっと大変、どうしたんだい。祖母が大騒ぎしている中、その大騒ぎで私が目を覚ますと、洗面器を持った祖母と青ざめた祖父、大叔母、宿舎の人が目の前に。でおじいさんが、大丈夫か。でコサさんが、え、何が。状況は朝になったので、祖母が起こすために私の頭からかぶっていたタオルケットをめくると、私の顔が真っ赤な血で覆われていて、枕、シーツが真っ赤に染まっていました。昨夜の幽霊のせいか、と思いましたが、原因は真夏の暑い夜にタオルケットをかぶって寝ていたので、のぼせてしまい、鼻血で顔面真っ赤に染まっていたという話でした。怖くて暑さを忘れていたようです。祖母はびっくりして救急車まで呼ぶ寸前だったそうです。鼻血で情けない感じでした。夜の出来事を祖母に話すと、気のせいだよと言われました。祖父は車エビの食べ過ぎだなと言っていました。まあでも昨夜の廊下の足音の原因は何だったんだろうと不思議に思ってまして、子供心に勝手な想像が作り上げたのか、本当に幽霊が歩いていたのか、不思議だなぁと今でも思っています。以上です。この話を友人にすると、血まみれの話でみんな一瞬ビビりますが、結果、鼻血ということで苦笑されます。心霊現象や霊魂とか前世、天国とか、山口先生の研究、情報収集の積み重ねで解明されていくことを願っています。読んでいただきありがとうございました。ということでね、でも、びっくりしますね、タオルケットめくったら顔中血だらけと言ったら、そうですね、びっくりしちゃいますよね、何が起こったんだろうと。でもまあ、ね、実際変な足音聞いたのは事実ですからね。そうですね、変な足音が聞こえたし、もしかしたらその変な足音の主がなんか顔を何とかしていったのかもしれませんね。かもしれないですね。小佐さんの、いやいやいや、怖いですね、夜中にペタペタ足音がするとね。はい、PSこのメール書いている途中に妻から強烈な心霊写真があったじゃんと言われましたので探しています。ぜひ探してください。強烈な心霊写真ですって。なんか楽しみにしてますよ。じゃあ見たいな、ね。見たいですね。いやいやいや。はい、ということでここのなんかタイルのね、ペタペタにという音が聞こえたタイルとか、そのピチャピチャという音がした石のなんか昔懐かしい感じの、こういうタイル、こういうタイルだったんですね。へえ。ここでピチャピチャ音がしたり、ペタペタ足音がしたということですね。なるほどね。はい、どうもコサさんありがとうございました。はい、次がですね、山口様、スタッフの皆様こんにちは。いつも大変楽しく拝聴しています。八王子のワイコと申します。はい。この手の話は大好物で毎日楽しみにしています。ありがとうございます。さて本題ですが、添付した映像を見てください。これは今年3月20日の夕方6時頃のものです。カーテンを閉めようとしましたら、空が大変なことになっており、夕焼けにしては一部分だし、おかしいねと娘と話をしていましたら、宮城を震源にマグニチュード5強の地震があり、これって地震雲とまたまた2人でびっくりした次第です。何か気になってどこにと思い、山口様に伺ってみようと思いました。どのように思われますか。 UFO なんてことはないですよね。方角としては南西の空です。
よろしくお願いいたしますということでですね、ちょっとね白黒だと分かりにくいんですけどね、ここのピューっていうやつでしょうね、ちょっとカラー写真だと分かると思います。これですか。はい、それですね、うん、きっと。何ですかね。何でしょうね。まあこれが出た後ね、地震が発生したと。こっちが宮城ですか。宮城、宮城方面、宮城県方面。宮城県方面じゃないですか。でそのもう一枚でも同じような感じの写真がちょっと大きめにしてるかな、ここのピューってなってるやつじゃないですかね。え、ちょっとね、カラーにしないと分かりにくいかな。そうですね、何でしょうね、はい、何でしょうね、はい、で今後のね地震雲の参考とかにこういうのが出たらもしかしてという感じですかね。同じようなね、はい、雲がね常に観察してればね。そうですね、うん、はい、ということでね、八王子のワイコさんどうもありがとうございました。はい、次がですね、はい、ビンタロウ先生、アイムさん、こんばんは、トヨちゃんです。サード214では私の投稿文ティンカーベルを読み上げてくださってありがとうございました、うん、そうですね、肩になんかティンカーベルが女の人の肩にいたという話です ね、うんうん、ね、はい、あの配信を聞いた後になって遅ればせながら当時の様子について思い出したことがありますので、この度は投稿文ではないのですがこぼれ話として追記させていただきたいですということでね、ちょっと紹介させていただきますね、うん、もっとしっかり当時のことを思い出して投稿文をまとめるべきだったのですが、うん、実は例のティンカーベルが左肩についていた先輩社員さんはちょっと個性的な女性でした、うん、女性なのに男性用の制服を着て仕事をしていました。不思議だし ね、見た目も男性にも見えるし女性にも見える宝塚スターさんみたいな外見でした。あ、なんかね男らしい感じの女性だったんですかね、うん、ハキハキとした力強い仕事ぶり、竹を割ったようなさっぱりした性格、うんうん、更衣室は女性用を使っていましたが着替えているところを誰も見たことがなかったです、うん、不思議ですねそれは、うん、ね、誰よりも早く来て誰よりも遅く帰るとかそんな感じですかね。ちょっとね、うん、誰も見たことがないのはすごい不思議ですね。はい、私服も男物を着て出勤していました。心の中はどちらなのかは公表していませんでした。喋り方は女性でした。なので周りの女子社員からはとってもモテていました。私もファンの一人でした。最近のように LGBT が認知されるずっと以前の時代のことです。しかし第一、本人さんはそのような体質を隠すつもりがないらしく堂々と仕事をしていました。つまり男っぽいのです。私が思うのはあの社員さんはきっと世間の目なんて気にしない、束縛を嫌う、心の底から自由な気質の人だったということです。はい、浮世離れした外見と行動力、そんなとことん自由な人だったから妖精さんが引きつけられていたのかなと想像します。ティンカーベルが左肩で繰り返し言っていた遊ぼ遊ぼとはそういう自由な生き様のことだったのかもと、その特別なポイントを思い出しました、うん、最後までお読みいただきありがとうございました。そうなんですね。なんかでも男っぽいかっこいい女性ってね、やっぱり同性からもねモテますよね。そう、やっぱり宝塚のような感じですよね。宝塚のあんな感じなんですかね、男役に憧れるような感じですよね。あ、なるほど。だからそういう女の人いますね。いますね、はい、かっこいい感じの、ね、ボーイッシュな感じで、はい、いますね、はい、ね、うん、だかな、ね、ということでね、はい、トヨちゃんどうもありがとうございました。はい、次が山口先生、アイムさん、タートルカンパニーの皆さん、お晩です。はい、前回は人玉の話を読んでいただきありがとうございます、はい、ということでね、この人ね、松戸の小市民さんですね。ああ、小市民さん、ハンドルネームもそれで通すのかな。小市民で通す、はい、小市民で通すかな、うん、はい、前回鳳凰の写真とおっしゃっていましたが、添付したのは趣味でやっているバードウォッチングの記事の写真ですよ。
だからなんか本かなって言いましたけど、もうなんかあこれ記事だろうとか思いながら紹介してましたね、記事の写真、はい、あバードウォッチングやってるんですね、はい、あだから前回もなんか鳥の写真を添付されてて、何の鳥だろうということでコメント欄見たらなんかいくつかに分かれてましたね、鳥の種類。あ、そうなんですか。そうなんですよ、はい、結局何の鳥だったんでしょうね。はい、ですね、その前に取り上げていただいた夕方の鳳凰のような雲のことです。その前に先生のおっしゃいました船橋ですが、昔子供の頃津田沼に住んでいましたが、貝やワカメの小売店が並ぶ何にもない小さな町でした。あらやはり船橋津田沼ですって。津田沼はね、はい、津田沼津田沼はそうですよ、ね、貝やワカメの小売店ね、はい、ということでやはり津田沼地元じゃないですか。あ、言いましたね、私ちょっと隠して言いました今そうなんです、あの津田沼にね小さい頃住んでいましたけどね、あら そうでしたっけね、ワカメや貝の小売店ばっかりだったかな。私どっちかっていうとね文房具店とかで入り浸ってましたよね、という、はい、やはり都会といえば市川駅でしたね。その頃松戸も田舎でした。その頃はですよ田舎でした今も田舎ですよ。そんなことありませんね。ビッグシティ船橋に勝てるわけない。いやいやいや、船橋より松戸の方がとまたディスり合いをしていましたけどね、はい、さて本題に入ります。今から8年前の話ですが、夜トイレに行こうと2階の階段を降りた時、母の部屋の前に黒っぽい人影が見えました。母の部屋は階段を降りて右側にありました。トイレは廊下を挟んで右側でした。もう一度見返してみたのですが、それはもう消えていました。多分寝ぼけかなくらいに思っていました。その次の日もまたその次の日も同じことが起こりました。そして3日目の夜は土曜日だったので夜遅くまで起きていたのですが、だいたい1時半頃にトイレに行くと、やはり同じく母の部屋の前に黒い人影が座っていました。ただ今度はまだ寝る前なので寝ぼけてはなく観察できたのですが、なぜか色は黒っぽいとしか言いようがなく、目も鼻もわからず、フードをかぶっていて何か棒のようなものを持っているとしか言えません。何でしょうね、黒い棒を持っている人影。死神じゃないですか。いやー怖いですね。で、突然体が立ったまま動かなくなり、目も閉じられませんでした。その人影はスーッと母の部屋に吸い込まれていきました。多分数秒だと思いますが、自分的には数分と感じました。それから1ヶ月ほど経ったある日、元気だった母が外の階段から頭から落ちて首の骨を折り、2ヶ月ほど入院したのですが、去年90歳で大往生しました。あら、まあなんか関係あるんですかね。先生、本当に死神だったのでしょうか。長いメール読んでいただければ嬉しいのですが。お母さん亡くなったのは、亡くなったの、はい、落ちたから、落ちて1ヶ月ほど、あ1ヶ月、あ違う、黒い人影を見て1ヶ月ほど経った後落ちて、で2ヶ月ほど入院した後亡くなった。やっぱりじゃあ死の予告だったんですかね、はい、予告だったんですかね。ちょっとその棒のようなものっていうのがなんか気になりますね。杖っぽい、はい、杖ですかね。杖だかなんか、あのね、死神の鎌みたいなやつとか。いやー、どっちにしろね、怖い話ですけど、まあ90歳で大往生、まあ90歳だったらば往生、まあ、大往生ですよね。大往生ですかね。でもまあ、うん、その首の骨を折らなかったらもっともっと長生きしたかなっていうのもね、ありますけどね、うん、はい、この状況下、先生、アイムさん、タートルカンパニーの皆さん、ご自愛ください。また前回鳳凰かなと投稿した写真を送りますということで、前回とね同じ写真が送られてきましたので、うん、これはもういいですということで。なるほど。前回ね、なんかね、金色の鳳凰っぽい写真、多分ね紹介したと思いますよ、うん、はい、ということで、なんかまた見てほしかったかなと思いましたけ ど、うん、はい、ということで、なんか死神みたいなね人影がいたということでね、はい、どうも、松戸の小市民さん、どうもありがとうございました、はい。
はい、昭和ネタの前、あ、ちょっと待ってくださいね、アニマルクラブ先行きましょうかね。あ、もう終わりですか。はい、はいはい、なんか終わりになると元気になりますね。どうしてその鉄筋がないとこ叩きますか。今日は長い長いですね。長いですね。はい、いつもお世話になっておりますロータスクラブです。あ、ロータスクラブさんですね。はい、はい、今日は仕事が休みで、うちの猫ものんびりテラスで気持ちよさそうにしていましたので写真を撮ってみました、うん、この子は私たちのエンジェルです、うん、皆様どうぞお体に気をつけてお過ごしくださいませってことでね、また可愛らしい猫ちゃんの写真がね、ボロニャンって感じですね。あ、本当だ、可愛いですね。寝てますね、腹出して可愛らしいね。可愛らしい猫ちゃんね、くつろいでますね。はい、すごいなんかね、顔、綺麗な顔してますよね、うん、ということでね、はい、ロータスクラブさんどうもありがとうございました。はい、はい、次、昭和ネタがいきますね。昭和ネタですか。はいはい、はい、ね、これは昭和ネタになりますでしょうか。微妙な内容ですが放送できるようでしたらよろしくお願いしますってことでね、私ね、下読みしてないから何が出てくるか分かりませんよ。うん、昭和ネタと書かれてるの見て、うん、あ、これは使おうとか思っちゃったのでね。うん、はい、タートルカンパニーの皆様、リスナーの皆様、こんにちは。名古屋市在住の猫ニャンです。猫、うん、ニャンさん、ね。昭和のテレビ番組で水死体の顔写真や出産のシーンが放送されたというお話がありましたが、うん、衝撃的な映像を私も見てしまったので投稿します。うん、あ、と衝撃的な映像。うん、で、二十歳前後に神戸市の実家で見た地上波の番組です。時期は昭和50年代後半。50年代。50年代ですね。はい。高校生の時は高校生ですか、はい、放送時間は午後8時から9時台あたり。夜、うん、何気なくあれこれチャンネルを変えていた私は突然画面に現れたものを見てその場で固まってしまいました、うん、それは愛し合う男女の営みをサーモカメラで撮影しその映像を紹介するという番組だったのです。そんな番組ありますか。そんな番組そんな、はい、私が見た時まだ行為は序盤戦のようでカラフルな2つの物体が重なり合ってうごめいていました。音声は真面目な口調の男性のナレーションだけだったはずで進行状況を冷静に解説したように思います。うん、進行状況とか、ね、夫に一連地区用を忘れましたとかそんな感じなんですか。そんな具体的に言わなくていいです。でもそんな感じなんですかね。真面目にやった、ね、真面目にやってたんですか。その間約15秒ほど恋人なんていないウブな私はハッと我に返り、松田優作風になんじゃこりゃーとチャンネルを変えました。なので後のことは分かりません。新聞のテレビ欄を確認して何かの特番だったと記憶しています。当時は夜10時半には寝ていたので深夜番組ではありません。あ、なんでしょうね。そこでネットの情報と図書館で昔の新聞を調べたところ、昭和55年1980年4月18日夜9時から東京12チャンネル、今のテレビ東京、実家のある兵庫では3テレビで放送された金曜スペシャル男の夢実現超能力特殊カメラで覗くエロスの世界というタイトルの番組が一番近いように感じました。超能力特殊カメラなんですか。あ、超能力ってそれじゃない、超能力ってことですね、うん、超能力特殊カメラ、はあ、覗けるんですか。覗けるんですか。覗ける興味示しましたね。それは男の夢ですね。夢ですね。夢、男の夢実現ですって、うん、ショーはすごいですね。今だと夜の9時台に流せる内容ではありませんね、うん、でも映画やドラマの濡れ場の演出として使えそうな映像ですね、うん、それにしても男女の行為をサーモカメラで捉えてその番組では何を検証していたのでしょう。ビンタロウ先生、アイムさん、ご考察をお願いしますって。私はいいですよ。ビンタロウ先生どうぞ。どうなんでしょうかね。なんでしょうねこれ。まあ、何を検証していたのでしょうね。
もう気持ちいいかどうかな検証してたじゃないですか。そうなんですか、それはでも解説さんにはわからないじゃないでしょうか。わからないです ね、不思議な番組ですね、でもね、本当に最近はそういう番組はね、ないですよ ね、ありますか。最近おっぱいも出ないでしょ、出ませんね、見ませんよ最近。昔はおっぱいで出たもんですよ。出ましたよね、出ましたよ、いくらでも。出ましたよ、ね、必ず2時間ドラマだとおっぱいが出た。土曜ワイド劇場とかね、おっぱい、僕はおっぱいを見るためにあの10時過ぎまで見よう起きてあ、そうそう、おっぱいが出るだろう。何ですかそれ。温泉のシーンとかでね、ありましたね。そうそうそう、土曜ワイド劇場とか、なんか温泉探偵だかなんかよくわかんないけど、そういう感じありましたよね。はい、ね、必ず脇役で日野翔平とか出てきます。日野翔平さん、ね、脇役で出ましたか。そう、よく出るんですよ、はい、私もなんかね、それ出た俳優さんとかですぐ犯人分かっちゃうのがあって、あ、はい、荻島真一さんって亡くなっちゃってるんですけど、はいはいはい、あの方がいると絶対あの人が犯人なんですよ。 あと松尾佳代さん、 あの方がいると絶対犯人なんですよ。犯人の率が高いか、犯人、そうなんですよ。はい、ということでですね、はい、昭和のネタでした。猫なんさん、昔はよくあれ、はい、あのオールスター対抗、はいはい、あのなんか水着水泳大会ですか、必ずブラが取れるやつがいましたよね。あれはね、やらせじゃないかなと。取れる、はい、取る係がいたらしいですね。いるんだと思うんですよ、なんか、うん、そういう映画とか出てる女優さんかなと思いましたけど、ね、絶対いましたね、そういう、うん、ね、お楽しみシーンを演出したしてたんですね。最近ね、ない全然ダメですね。そうですよね、最近乳首もダメでしょ。出てないんじゃないですか。ダメですよ。おっぱいぐらい出さないとね。そんなことはないですけどね。いやいやいや、はい、ということでね、昭和のテレビはすごかったなというお話でした。はい、はい、猫にゃんさん、どうもありがとうございました。はい、はい、ということでね、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。あなたのご友人とかお身内で面白い番組がないぞという人がいたら、アトラスラジオを推薦してください。チャンネル登録までしてあげるとより一層親切かと思います。はい、メールアドレス、不思議な話募集しております。メールアドレスって言いかけて、徳島5566言いませんでした。メールアドレス、メールアドレスをtokushi5566@yahoo.co.jp、はい、徳島5566@yahoo.co.jp まで、いろんな話を送ってください。はい、ね、不思議な話結構です。はい、昭和のおっぱいの話も。ちょっと待ってくださいよ。結構です。何ですかそれは。昭和のエロい話も募集しますんで。おかしいな、うん、そういう番組に変わってしまいましたか。いや、変わらないですけどね。もういいですよ、不思議な話、怖い話、ユーマ話、妖怪話、エロ話、いや、まあ別に構わないですよ。何ですか。はい、はい、まあそんな感じです。はい、おはがきも待っております。千葉県船橋市、新高根、新しい高根猫、6-27-2株式会社山口敏太郎タートルコンパニーまでお願いします。帝国心理学園も第2章発売中です。まだ読んでないという人は今から1巻2巻100円ですよ、たった100円で読めますので、ぜひとも横読みよろしくお願いします。メールマガジンサイバーアトランティアも定期購読よろしくお願いします。さあ、また次回も不思議の世界であなたとお会いしましょう。オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルトだ。山口敏太郎でした。それでは皆さん、さようなら。はい、さようなら。バイビー。